FM 那覇本社株式会社 FM 那覇は沖縄県那覇市、浦添市、富臼区市、宜野湾市、糸満市、南城市、中上郡西原町、島尻郡八重瀬町の各一部と廃割町の全部の地域を放送区域として超短波放送をする特定地上機関放送事業者である FM 那覇の愛称でコミュニティ放送をしている2001年開局 県域放送の NHK 沖縄放送局は2006年に那覇市内に移転するまで富城区市にあったほか FM 沖縄は現在も浦添市に所在していることから当局が那覇市で初の FM 放送局ということになるサービスエリアは那覇市全域だけでなく周辺部も十分カバーするとしている一部番組はポッドキャスティングにより配信しているまた ツイキャスでは音声による生配信。ユーストリームでは動画による生配信が行われている。放送後には YouTube にユーストリームで生配信されたものと同じ動画がアップロードされている。ガツキン8時9時。パーソナリティマイナス。月曜日。アハゴン厚さ。火曜日。綿たかな。水曜日。千ゆき。木曜日。立花のさゆり。金曜日。レーナー。 月金11時12時開局前後に J-Wave の番組 VIVA アクセスが FM 那覇のスタジオから東京向けに放送を行っていた。なお、FM 那覇では J-Wave の再送シーンは行っていない。ありがとうございます。